開催を宣言します。はあ、なんとか間に合ったようだ。まだ開会宣言が済んだばかりじゃないか。ロー主事以降、先日はお目にかかれなくて残念でした。お加減の方はすっかりよろしいようで。ああ、仮病だからな。ジーコ、やはり自由を信条とする老子の性には合いませんか、審議会は。よく分かっておるではないか。それでもあなたは七賢者の一人、そして私は誰よりあなたの意見を伺いたい。ん？このテンプラーの祭りごとを取り仕切るディミトリー・カーンともあろうものがもったいない。私は老子のことを尊敬しております。政治などいらぬわ。本心です、ジーコ様。本当は選手しか入れないんだからね。あ、ジーコ様、セバスチャン様も。貴賓席か、あいつら偉いんだ。始まるわよ。第一試合、リッキー対オミヤ。始め。アルマヌル、わあ、参った参った参った。どうした、トミヤ。なんだありゃ。ミッキーはシャードキャスターに向いてないのに、気が弱くて優しすぎて。お前はどうなんだ、お前は向いてるのか、シャードキャスターに。負けちゃった。この人、勝者オイヤ。確かお弟子さんでしたね。おめでとうございます。かわいい子じゃろ。ロメス様、頑張ってください。聞いたよ、土地の話。あれってうちのものだったんだね。私はいいんだが、G がどうしてもって欲しがっちゃってね。土地もチャンピオンの栄誉もみんな私がいただくよ。はじめ。ロベス、あれはどういうことだ。散歩中に君が襲いかかってきた。私は被害者だ。お前、それとも私が何かするところを見たのかな。勝者言います。いちいち向きになるな、疲れるよ。ゼッド、どうしよう。トビアが2回戦を棄権するって言い出して、代わりに負けた僕が出ることになっちゃったんだ。自信ないよ。何？これより第2回戦へと移ります。第2回戦第1試合、ザジ対ミッキー。いやゼッド。ああ、おい、あれはもしかして。騒ぐでない。しかし、あんたたち何やってんの。僕はもうやっちまったんだ。今さらごちゃごちゃ言うな。呆れた人ね。バレた時どうすんの。その時はその時だ、黙ってろ。
呆れた。勝者ロベス、勝者オリア、勝者ユマス。うわぁ、勝者ミッキー。参りました。勝者アーサとすごいよね。戦い方はめちゃくちゃなのに準決勝まで進んじゃうなんて。でも次は無理かも。だって私に勝った相手だもん。うん、なんだ。始め。試合中によそ見とはふざけたやつだ。世界から来た少年は。そうじゃ、この怪我では無理だ。棄権する。え、そんな。アーサーさんも棄権したし、このままじゃロベスさんの優勝。仕方あるまい。ユマス、ん、あんたまさか。ダメだ、ロベスはお前が敵う相手ではない。不戦勝か、つまらないな。Z？ これはどういうことかな。デュマスの代わりに俺が戦う。ほう、待った。その方、ミッキーと偽り試合に出場し、大会を混乱に陥れた上、まだこんな暴挙。伝統あるジャウストをこれ以上侮辱することは許さん。今すぐこの場から立ち去りなさい。もし私が認めたらどうなるのかな。何？この勝負受けて立とう。面白くしてくれよ、Z。